日本の城。沼城とも呼ばれる。岡山市指定史跡。現在の岡山市東区沼の浮田小学校の東隣に位置し、天文年間に、浦上宗影廃家の中山信正が築城した。永禄2年、宗影の命により、浮田直家は、岐阜の信正を暴殺して、城主となり、 岡山城に移るまでの約15年間は、東城を拠点とし、領土を増やした。1582年、本能寺の変後の中国大河江市で、橋場秀吉軍は、備中高松城からこの城まで移動、しばしの休息後、姫路城を目指したと伝わる。慶長6年、岡山に移法された小早川秀明によって廃されている。本丸跡には、 祖鉄が植えられている。東条で生まれた、浮田秀家は、関ヶ原の戦いに敗れた結果、八丈島に流罪となった。子孫が謝面されたのは明治に新語であったが、その時八丈島で祖鉄の花が咲いたという、言い伝えから、植えられたものである。また浮田秀家誕生の地という記念碑が建てられている。1980年代まで、 四角の北と西に残存していた土類は公園化の際に破壊され、現在は痕跡を止める程度になっている。または、西の丸西側に残存していた土類も、現在は消失している。指定史跡でありながら、その他の遺構も、核の工作地下などでほとんどがすでに失われている。また古い絵図には東側に、 デマルが描かれているが、その後の工作地下で消滅したと考えられる。ありがとうございます。